薄くにありました、ごめんね。こんばんは、こんばんは、ごめん遅くなりました、ごめんね。たぬきさんこんばんは、ぶたさんこんばんは、何してましたか？ご飯食べてました。でもなんかそのご飯ね食べてたんですけど、ご飯食べながら携帯の画面をポチポチしてました。内髪が映らないから。ガンガンさん、先輩とお話したいけどかすみんが後輩ムーブ全開ですごく好き。本当？全然です。なんかさ、あのなんかなんか部活とかさやったことないからさ、なんか先輩後輩とか難しいね。コウジさん、カスミンだけレッスン上じゃないね。みんなレッスン上なの？なんかすごい足腰が痛いです足腰が痛いです。お布団の中です。いいな、羨ましいです。なんでか、なんでだろう、わかんない。お、カラオケのやつ行きますってね。カラオケのさ登録みたいな出たっぽいね。なんかファンミーティングみたいな。ご飯何食べたん？今日のお昼は今日のお昼は唐揚げと、あとは、あ、クマありがとう。なんだっけ、夜はねキムチと納豆と卵となんかなんかダイエットみたいな、ご飯みたいな。体に良さそう。ご飯、うどん食べたの？いいな。明日衣装店行ってくる？そう、私も衣装店行きたいんですけど、全然時間なくてマジで行けない。今週も時間なくて本当に無理。
衣装店今日行ってきた？いいな。土曜日衣装店行く？いいな。羨ましいです。早くサイン書きたいんですけど。そんなに忙しいの？忙しくないのですけど。忙しくないんですけどって言ったら変ですけど。でもそのなんか私のいやもう行けないっす行く時がない本当に。明日も無理だし、明後日も無理だし、ごめんね、し明後日も無理だし、20日ってなんかあったよね20日って明日って何日だろう。もうなんかそれもわかんないわ。そう、 A のチーム A の時行きたかったな。 16？ わからん20日なんもないかな。じゃあ20日、わかんないわ全然。札幌は行きますか？ママの電話かかってきた。札幌はん？何で？あの出張公演だったら行きます。楽しみ。その前そうだ、愛知もあります。マカホン行くの？行かないです行きたい。私海外行ったことなくて行ってみたいです。よかった。なんか曇ってる。はい。どう？なんか曇ってるな。曇ってない。そう。なんで愛知楽しみそう。iPhone 半袖寒ない？え全然暑い。元気。うどんが食べたい。香川行ってください。今日暑かったよね。そう暑かった。みんな今日何してたの？火曜日だよ。魚焼いてるのいいじゃん。私魚苦手。仕事？ありがとう。ありがとうっておかしいけど大変だね仕事ね。旅行行ってたの？いいな。ね仕事ね。私も明日仕事。仕事っていう仕事じゃないけど、でも本当に一昨日とそのまたん？昨日と一昨日がもううーんって感じだったまあぜひね、オンエア大丈夫？いやもうこんな感じマジで。さあまだ言えないやつ
言ってもいいと思うけど、全然。まあ楽しみにしておいてください。いつか見れると思うので。もう本当にさ、もう腰が痛い。もう足もね、腰も痛くて、もう歩けない。もう歩くの嫌。歩かないんだからね。歩かないんだからね。シップとかじゃないもん。もうなんかもうシップじゃ治らない痛さ。登山レベルの過酷ロケ。もうね、ぜひ。もうそんな感じだよ。温泉行きたい。温泉。温泉に行きたい。サウナに行きたいです。最近なんかあの別府温泉いいよね。サウナ行きたい。サウナとサウナと温泉に行きたい。九州雨だったんだ。そうなんだ。有馬なんか旅行行きたい。なんか全然あの旅行行きたい。全然旅行行きたいって何？ちょっとピン取るね。整います。でも全然サウナ入れない私。10分ぐらいしか入れない。どこ行きたい？京都とか。京都とか行きたいです。あとはなんか別にどこでもいいから遠くに行きたい。遠出したいです。なんか長い休みなくない？でもみんなも土日とかしかないでしょ。そんな1週間とかさないじゃん。だからね、長野土日オタクしてるから休みなし。でも最近別になくない？そんなすごいイベント尽くしじゃなくない？全然寂しいよね。アンレーム毎週ある、羨ましいな。アンレームです。アンレーム楽しそう。羨ましいですよ。アンレームです。北海道前乗りしたら、そうね、したいぐらいね。
ディズニーに行きたいかも全然違うこと言ってるかも。でもさ、気分じゃん、そんな。そうじゃん。担々麺とお好み焼きだったらお好み焼きが好きな。あ、なんかさ見たわそれ。全然どっちでもいいんですけど、全然ね、あれ私はどっちでもよかったのよ。なんか、あ、聞こえてきない。そう、全然どっちでもよくて、なんか見ましたそれ。ただ別にどっちでもよかったからね、両方食べれたらよかったのに。優しいんですね、ありがとうございます。いや本当に、でもどっちでもよかったから。でもお好み焼きめっちゃ美味しかったよ。あのうん、あのでも本当になんかお好み焼きもあの牡蠣が乗ってて美味しかったですね。お好み焼き行って担々麺行けばよかったね。確かにどっちもあるお店でもあるっぽいからさ、そこに行けばよかった。最終日だけねバラバラになっちゃって。牡蠣大丈夫なの私、何でも食べれる。全然お腹、生牡蠣とか食べたけど全然お腹壊したことない。旬なんだ今。え、牡蠣って旬あんの？なんか一年中あるのかと思った。好き嫌いないの偉い？あのえ、めっちゃ好き嫌いあるよ好き嫌いめっちゃある。何、え、これさいつぶりだっけ配信って。3日間振り返ったっけ。え、そう、レーズンはほんと無理なんですけど、振り返ったか。焼肉と何食べたっけ、忘れた焼肉と、あ、なんか焼き鳥屋さんみたいなところに行きました。そう、なんか私いろんなさ、居酒屋っていうんですか、なんかいろんなさ種類のものがあるとこだったんですけど美味しかったです。ポテト食べていいですか なんか居酒屋っていうの、牛タン食べてないです。17期さんと行きました、出張公演のメンバーで。くしゃみでそう。え、なんかさ最近花粉やばくない、私だけ。マジでくしゃみ止まらなくて。みんなも秋花粉に気をつけてください。3日とも17キと食べるんじゃん。うん、そうだよ。マーラータンのお店教えてほしい、食べたい。え、私マーラータン1回しか行ったことないんだけど1回しか行ったことないんですけど、あの最近行ったマーラータンのお店は、あのあれなんか渋谷にある両国みたいな名前のマーラータンに行きました。
マーラタンめっちゃ人気なんだね今。あのめっちゃ並びました。めっちゃでもないけど、並んでないけど、なんか人めっちゃ多かった。なんか白身魚みたいなのが一番おあの美味しかったです。両国服なんかよくわかんないんですけど、辛い、めっちゃなんか一辛、一番辛くないやつにしたんですけど、めっちゃ辛かった。でもなんか麻痺しちゃって、もう辛さを感じなくなった。自分で作ってるよ。作れるの？マーラータンってすごいね。麺が入ってる。麺入ってるよ。髪が光ってる？ありがとう。辛いの食べれないの？なんで？なんでも違うか。あのさ、初めてマーラータン行ってさ、もう仕組み全然わかんなくて、あの恥ずかしかったです。なんか申し訳なくなったみんなに。そう、選ぶので、なんか10キロ、あの10キロじゃなくて、何キロか行ったら無料で、なんだっけ忘れたんですけど忘れたんだけど、なんか何キロまで行ったら無料でサービスしますよみたいなのがあるの。そうで、それを目指したらいいよって言われて、僕めっちゃ応募した。ゆいと、あ、1000円以上か、あ、1000円以上だ、1000円以上でいくらみたいで、なんか席が3人、ゆいとひなちゃんで行ったんですけど、席がなくて、あのなんか通路に座りました、私。通路に座らせられた。2人席しか空いてなくて、通路に座って申し訳なくて食べました。で、なんかその店員さんがすごい気さくな人で、イエーイみたいなでした感じでした。そう、補助椅子的な、そう、なんかそんな感じ。通路だよ。もう爪爪で座りました。通路な、通路ですもん本当に。店員さんがなんか多分どこの国の方かわかんないんですけど、なんかすごい陽気でした。陽気な人でした。仲良くなりました。最初なんか結構黙々と仕事してたんですけど、中国？わかんないけど、なんかちょっとよくわかんない言語喋ってて、いい人でした。え、広島公演最後、あー、よかった。私広島住みたいと思っちゃった。ひなちゃん流行の発信地だね。ひなちゃんから流行ったの？そうなんだ。片言ですか？片言でした。でもすごいよね、だって2カ国喋れるんでしょ。なんかさ、しかも中国語ってなんか難しそう、難しそうじゃない？ね、
ガスミンは英語得意？全然得意じゃない。苦手です。同期ってなんて呼んでる？普通です。呼び捨て。眩しい。エビステファンタジー。エビステファンタジー。エビステ嫌だ。なんかメンバーからは別にいいけど、なんか嫌じゃない？みんな嬉しいですか？エビステに呼ばれるの。エヴァンの人ってさ、エビステでさ呼ばれるのさ嬉しいの？嫌じゃない？私は嫌。呼び捨てで呼ばれたいの？やだ。嬉しいんだ。好きな人に呼び捨てされるなら好きだそうです。誰なの好きな人って。じゃあかすみちゃんにする。いや全然かすみでもいいですけど。好きな人ならいいんだ。私はさん付けファンタジーです。さん付けじゃない。確かになんか人によるよね。なんかわかる。なんかね、かすみんとかすみちゃんだったらどっちでもいい？あ、どっちがいい？どっちでもいいです。全然そんなどっちでもいい。それはね、これ前も答えたんだけど、推しにパーカーか T シャツ。これ前答えました。もう答えません。くどかす？くどかす？くどかすね。でもさ、くどかすって直接呼ばれたことない。新一？呼ばれたことないわ。かすちゃん、かすちゃん可愛いよね。かすちゃんって学生時代呼ばれてたこともあったよ。スミちゃんは嫌かも。私マジで、名前難しいんだよね。申し訳ない。かすみ先輩？全然いいですよ。何でもいいですよ、もう。アツとコンビ組むならだ。なんかむずいんだよね、私の名前って。本当にさ申し訳ないわ。だからさ、そのコンビ名みたいなの組めないの。あずね、あずと今度北海道一緒です。あずかすなん？
まあ、確かにね。モカス、モカス、懐かしい、懐かしいとかじゃないか。ヤギクドは普通すぎるでしょ。ね、悪い意味があるからさ、よくないよ。ね。なんか。あ、あんなことやこんなこと、何もしてないよ、でも。本当に。何もしてないです。でもずっとね。一緒にいたかな。ずっと一緒にいました。コギミョンコギミョン、18期みんな仲良しだね。仲良しだよ。ん？18期はそうだ、18期にお土産買って帰ったんですけど、賞味期限が明後日までなんだよね。だから早く渡さないといけないんだよね。もみじまんじゅう、生もみじまんじゅうを買って帰りました。それめっちゃ期限短くて1週間ぐらいしかないの。だから、え、私さ、あの X のさ、ヘッダー、私の今ヘッダーにしてる写真めっちゃ好き。見てみてね。普通のもみじまんじゅうと違うの？え、ちょっと私はよくわかんないんですけどわかんないんかい。わかんないんですけど、でも違うっぽいです。生もみじの方が美味しいらしいです。お好み焼きは食べたよ。見てきた18期。もちもちしてるんだ。生もみじの方がもちもちしてるらしいです。え、やっぱり、あ、やばい、充電ないわ。なんか暗、一気に暗いね。あ、しょ、あ、むしい。揚げもみじは食べた？食べる時間なかったです。食べる時間なかった。美人だね。ありがとうございます。ありがとうございます。明後日名古屋で会いましょう。名古屋ね、楽しみ。でもさ、当日帰れちゃうじゃん、名古屋って。だから悲しい。広島でバトル？なんの？
し麺食べて帰ってね。え、絶対食べる時間ないよ。ん？嬉しいよ。衣装店で工藤さんの生写真買いました。嬉しい、ありがとう。てかこの前さ、行ったばっかだわ。愛知。工藤さんの生写真売り切れ？悲しいね。うん、ポテトごめん。8月にあの行ったね。ハロー、 I'm Japanese。 日本の方なんでね、挨拶回りか。顔ファンです、珍しい。顔ファンの人いないですよ、私の。ツンデレ、もうツンデレです。私はポテト美味しい。いるんだ、珍しいね。ダンスうまくなったね、ありがとう、嬉しい。でも最近さ、なんか挨拶回りでさ、挨拶回りじゃない、出張公演でさ、なんか今まで誰に雇用する公演さ、すごいなんかうまくできなかったっていうか、なんか緊張しちゃうんだけど、ずっといつも緊張してて、でも出張公演で緊張しなくなった、出張公演を通して。わかんないけど、なんかいっぱい待って、鼻かゆいわ。うん、そういっぱいで、今いっぱい出れてたからさ、そう。え、早くさ、リニューアルしてさ、いっぱい公演出たい。ね、何月だっけ。でもさ、もう10月終わるよ、まだか。もうさ、聞いて、マジでさ、まあさ、口内炎ができててさ、もうさ、今日朝からさ、ずっとさ、そこばっかり噛むの、ほんまに痛い、マジで痛い。え、本当にそう、もうさ、今年終わるんだよ。てかそう、ミスった、これポテト買ったの。でもさ、出張公演で、
出張公演で何を言おうとしたんだ今。あ、そうそうそう、出張公演で初めて AKB 見ましたみたいな人がもう結構いて、なんか劇場には行ったことないけどなんか AKB 好きですみたいな、そういう人結構いて、嬉しかったです。出張公演で、出張公演楽しかったね。まあ私はあと2回あるんですけど楽しみたいと思います。もう待って、口内炎が痛い。埼玉公園でかすみちゃん見れた、よかったですか。かすみちゃんはえ、口内炎できてるの運命じゃん。今何時え、さっき口内炎できた？運命じゃんそれは。僕の後輩かすみんのこと気になってたよ、ぜひ進めておいてください23分、早いね。みんなは寝ないの？まだ。みんな寝るの？寝ないの？どっちなんだい？え、早くお風呂入った方がいいよ。え、筋トレしてから寝るの？熱っ。まだ寝ないの？寝た方がいいでしょ、絶対早く。明日も早いよ。え、ご飯食べてないの？絶対食べた方がいいよ。寝ない自慢したいって何？何それ？寝ない自慢って何？明日も忙しいよ。ちょっとね。え？明日休み？いいな。釣りに行くの？え、魚釣りも行きたい。いっぱいやりたいことがある。出張公演でかすみ初めていたけどよかったって、嬉しい、それはよかったぜ。釣りうまい？うまいよ、魚釣りうまいよ。私眠いのにかすみ見てたら眠気吹っ飛んだ。え、めっちゃ私今眠そうな顔してない？大丈夫？え、そう、私キャンプしたいの。キャンプと、え、あれしたい、グランピング、グランピングやりたいの、めっちゃやりたい。やりたく、なんか最近流行ってるよね グランピングやりたい。でもさ、一人じゃさできないじゃん。一人じゃ怖いじゃん、キャンプとか何もできんし。てかさ、一人でキャンプってさ楽しいのかな。そのキャンプガチ勢界隈の人がいたら申し訳ないんだけど、ソロキャンっていうのかな。そうなの？だから私一人でさ何もできないからさ、なんかね、そう、人に
やってもらうタイプだからでも釣りはうまいから自給自足ってなった時に私を使ってほしい。適材適所ってありますから。私だって一人でさテントとか立てれない。やってもらうタイプならキャンプ向いてなくね。それはそうでもさやりたい。だからさ友達と行きたいんだよね。そう友達っていないけど、いないこともないけどメンバーとかと。でも絶対行ってくれないよみんな。メンバーとか釣り堀行ったことあるよ。簡単なんだ。何でもできるの。じゃあ連れてってください。そうグランピングだったらテント立てる必要もないし、なんか全部揃ってそうじゃん。そうだから行きたい。みんなでワイワイ。あダメそれ。キャンプグランピング行ってくるわ。じゃあネモステレビで18期キャンプ企画やってもらおう。いいねそれは。それやりたいかも普通に。これからの時期だと寒くない？でもその寒さがいいんですよ。てか今の時期が良くない？なんか秋とか春とかやりたいです。ウノ持っていきそういやウノだけじゃないよ。人狼ゲームとか持ってっちゃうから。トランプとかもね。人生ゲーム持ってっちゃうよ。18期だとアウトドアは誰ですか？え想像できないわみんなのアウトドア。ユナとかなんか想像だとユナ、ユイ、ヒナのとかかな。18期の人狼めっちゃおもろいからね。マジでマジで見てほしいわ。とりあえずカスミン追放、まあ、そうだけどさ。人狼得意だよ私。人狼めっちゃ強いよ。カスちゃん一人コート好き。そう好き好きだよ一人行動とか結構しちゃう。なんかでも私マジで一人の時間ないとダメなタイプ。なんかそのなんかそのメンバーとかといるのはいいんですけど、でもずっとみんなととか無理。一人の時間がないと無理なタイプです。なんかだけ一人の時さマジで喋んないもん。だからこそみんなでいる時でめっちゃ喋っちゃう。そうみんなもさ一人の時間大事にした方がいいよ。こう自分を見つめ直す時間っていうのはすごい大事だと思います。こう自分と見つめる時間のはすごい大事。自分と向き合うこと。自分と向き合うことでやっぱり
次のステップに行けると思うんだよね。ワンアップ自分の自分に出会えると思うよ。ってことで終了も終わりかな終わるかな。ランキング読みます。13位、 DD じゅんさん。 DD はダメだよ、ありがとうございました12位、チョロさん、かわいい名前ですね、ありがとう。11位、ヨッサン、ヨンサン、おめでとうございます。43、あと5個で AKB48 の48だね。10位、えだしさん、ありがとうございます。何してたのかな。9位、ストンコさん、マーラータン食べに行ってください。8位、焼きそばさん。そう、この前焼きそば屋さんがあって焼きそば食べたいなと思いました。7位、コスモさん。あの全然関係ないんですけど、昨日一昨日道をね歩いたんです、結構な距離を。コスモスを見つけて秋を感じました。6位、ペンギンヒップさん。やっぱ18期やなということで、そうね、18期いいですよねやっぱ18期よ。5位、ゆきおさん、ありがとうございます。ぜひお手紙を、まあない今無理だけど、お手紙お待ちしてます4位、クレイさん、アットセヤカテクドウってことね。クレイさんぐらいですね、アットセヤカテクドウつけてるのは。すごい初期の頃はすごいセヤカテクドウが、まあ、誇らしかったというかですけど、すごい今になって恥ずかしいです恥ずかしい、ちょっともうファンの名前を変えたいぐらいちょっと恥ずかしいです。3位、まるちゃんパパさん。あ、じゃあ、犬だ犬いいですよね。ドッグカフェ行きたくて、ドッグカフェ行きたいです2位、クレイさん。なんかクレイさんの読み方合ってるのか未だに分からないですけど、きっと合ってると信じて頑張ります。はい、1位、トシちゃん。トシちゃんありがとうトシちゃんどうですか、今日どうでしたか、幸せな一日だったかな。大丈夫だよ、言うほど浸透してないから、変えるなら今やねえ、そんな悲しいこと言わないでよ。まあ私もさ、せやかってこと恥ずかしいからさ、あんま言ってこなかったけど、そんなこと言わないでよ。でもあんまり広めないであんまり広めないでください。コメントが平日昼の地方局のラジオみたいです。いいのそれって、まあまあな一日。じゃあ明日は私が幸せな一日にするね。トシちゃんだけね、結構ね恥ずかしいです、ちょっとここ初出しですこれファンネームだったんだひどい、ファンネームだよ、初期から書いてるよ、ひどい、
もう通報するよ。今死にました。恥ずかしい。めっちゃ初期からなんかさ、最初のショールーム始めるときに、アカウント作るときになんかファンネームみたいな作ん、なんかみんな書いてて、なんか自己紹介欄あるじゃん、あれに書いてて、あの聖火で工藤みたいな。いや渾身のめっちゃ考えたからね、めっちゃ考えてファンネームになったからね。でも絶対使わないでお願い。絶対使わないで。そう、渾身のボケ、そう渾身のボケなんですけど、なんか触れてすらないし、なんか知られてもないし、めっちゃ恥ずかしいんですけど、そう工藤だから性格で工藤にしたんだけど、もう恥ずかしすぎてあんま知られたくないです。あんま広めないで、書かないでくださいね。あんこちゃんズみたいな、別に可愛いのいらないもん。気持ちでしょ、そんな名前とかいらないよ、ファンに。気持ちじゃん結局ね、名前じゃないんだよ、気持ちなんだよ。なんで皆さんぜひ、気持ちは私のこと好きでいてください、よろしく。はい、ということで、もう夜だよみんな、もう10時40分だよ。明日何時に起きるの、早いでしょ明日も。私も明日早い、早くはないけど、もう寝ます。早っ、5時半ってやば。5時、すごいね。みんな明日も早起き頑張ってね。またね、おやすみ。バイバイ。